ても戸建てのり、開幕戦は阪神らしかった。リーグ連覇を目指す阪神が29日、巨人との開幕戦に0対4で敗れた。打線は巨人投手陣の前に4安打、無得点、投手陣も開幕投手、青柳晃洋が4回まで無失点に抑えていたが、5回に3点を失うと、8回に梶谷廉が失点した。29日に放送された、日本放送、ショーアップナイタースペシャル、巨人対阪神で解説を務めた江本武則氏は、敗れた阪神について、今日は阪神らしいというか、逆に、ジタバタしていないねとコメント。江本氏は、岡田監督の岡田イズムみたいなのが、ゲームの中である。いい当たりしていたんですよ。ほとんど正面に行っていた。ゲームって一瞬にして変わるから、今日はしょうがないなと。こういう負けもあるなと割とジタバタせずに、オーソドックスにピッチャーも順番に変えていって、ゲームをなんとかというような、岡田監督らしい戦い方と振り返った。こんなおじいさんの安否の話は聞かなくていい。明日。都合は打てんやろうと思ってたら、やっぱり、火力不足の国産四五打線。今からでも大砲探してこい。今日は梶谷のファインプレイで阪神に隙がないって感じやったな。今のチーム状態なら、一つ取れたらいいのでは。敵地だし。やっぱり大山あかんのか。しかし闇上がり3人より内容悪い佐藤はやばいな。お前らが現役の時と阪神らしさは違うぞ。黙って明日の勝利を信じましょう。まあシーズン長いんで9連敗しなきゃなんでもいいよ。なんとなく青柳が波に乗れなくなりそう。オープン戦の流れのままシーズンイン。そう、阪神打線の良い当たりは正面が多かった。巨人は1点目は打球速度が死んだボテボテの頃で、4点目は5点ヒット続き。前に飛んでるから何か起こる、三振ばかりじゃ何も起こらないだけ。今年はジャイアンツ強い、阿部は好きでなかったが、勝っても表情変えず、堂々としていた、これは手強い。昨年は巨人に大きく勝ち越していたとはいえ、前半は戸郷に結構やられてたから、こっちは青柳だし、この一敗は想定の範囲内。まあ長いシーズンこういうこともあるさ、最後の最後に勝ち抜ければいいだけのこと。巨人が強いと思いたいが、阪神も弱い。